はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは働きたい街ナンバーワンを誇る丸の内です。ちょうど東京駅の目の前ですね。東京駅の美しい外観とその周囲を囲む高層ビルの数々。ここ丸の内大手町エリアには日本の大企業本社とか経団連や政府系機関、そして外資系企業の日本拠点が集結していて、まさに日本経済の中枢となっています。丸の内オイルなんて言葉もありますが、大企業エリートが集うここ丸の内で働きたいって夢見る人が多いのも頷けるような美しい街並みをしていますね。今回は住みたい街ではなくて最も働きたい街として日本最大のビジネス街である丸の内を紹介していきたいと思います。ちなみにこちらは夜の風景ですね。丸の内は夜景が非常に美しいので、今回は昼と夜の風景を混ぜながら紹介していきたいと思います。そしたらまずは街に繰り出す前に東京駅から見ていきましょう。現在いるのは丸の内中央口ですね。駅舎中央には皇室専用貴賓出入り口があります。さすが天皇の駅とも呼ばれる風格がありますよね。東京駅は言わずもがな東京の玄関口であり、1日あたり約3000本の列車が発着する日本を代表するターミナル駅です。この駅舎は1914年に創建されましたが、1945年に戦災によって屋根や内装を焼失してしまっています。南北にあるこの美しいドームも一度戦災で失われたんですけれども、2012年に復元工事が完了されて創建当時の駅の姿を取り戻しました。この丸の内駅校舎は国の重要文化財にも指定されています。ちなみにこの駅舎内には宿泊できる東京ステーションホテルっていうのもあって、一番高いロイヤルスイートだと1泊で80万以上します。そしたら街に繰り出しましょう。東京駅を中心とするビジネス街はご覧の通り丸の内、大手町、日本橋、八重洲とざっくり4エリアに分かれますが、今回見ていくのは丸の内、大手町側です。丸の内中央口からまっすぐ進行方向にはまるでツインタワーのように立っている2つのビルと、その間に皇居へと続く行幸通りが伸びています。街中これだけ空間を埋め尽くすように高層ビルが立っているのに、この皇居へ続く通りだけは視界を遮るものがなく開けてるっていうのは皇居の存在感を示すようであります。そして両脇に立つのは右が新丸ビル、左が丸ビルです。どちらも2000年代に建てられた商業ビルで、それまでガチガチのお堅いビジネス街だった丸の内に花を添える存在になっています。どちらも低層階にショップやレストランが入っていて、高層階にオフィスが入居しています。行幸通りは東京駅から皇居まで視界の開けた通りになっているので、絶好の撮影スポットとして人気があります。特にブライダル系の撮影が非常に多くて、夜は本当に10メートルおきくらいにウェディングドレス着た花嫁が撮影をしていたりします。この行幸通りから見て右手側が大手町エリア、左手側が丸の内エリアになります。そしてこの右前に見えているビルは東京海上日動のビルですね。そしてその向かいには日本郵船の本社ビルもあります。どちらも三菱グループの企業ですね。後ほど詳しく話しますが、丸の内は歴史的に三菱財閥が開発してきた土地っていう経緯があって、三菱系の本社が集中的に集まっていることから通称三菱村とも言われています。今回はそんな三菱の本拠地丸の内を中心に歩きつつ、最後に大手町サイドの方も少し紹介します。そしたら行幸通りのちょうど中ほどから丸の内を横切るように伸びている丸の内中通りを歩いてみましょう。ここは丸ビル新丸ビルの裏に位置する通りで、石畳の道に街路樹が植えられた綺麗な並木道にブランドショップとかカフェが立ち並ぶ丸の内一のおしゃれ通りですね。丸の内オイルを夢見る人が憧れる通りであります。夜になるとこんな風にライトアップもされて一段と美しい通りになります。なのでこの通りでもウェディングの撮影をしてたりとか、あと自慢の高級車を端に止めてローアングルから写真撮ってる成金っぽい人も多く見ますね。そして中通りの右手に現れるのが天下の三菱商事です。いわゆる五大商社の一角で、平均年収1400万円近く、生涯年収7億円に上る誰もがイメージするエリート企業ではないでしょうか。
年収と安定度、ブランド力などを総合的に日本のサラリーマンの頂上に位置する企業の一つですね。丸の内って金融とか保険とか不動産みたいな歴史ある大企業が多く集まっているので、 IT 系が多く集まっている渋谷と違って、こうスーツでパリッとしている綺麗な人が多い印象です。まあ、別に渋谷が汚いっていうわけじゃないけど、なんというか丸の内はこう街全体がドレスコードみたいな雰囲気っていうんですかね、スウェットとかでは絶対歩けない空気があります。それこそこの通りだって1990年代は金融機関の店舗が並ぶゴリゴリのビジネス街でしたが、丸ビルを建て替えた時期に中通りに面するビルの1階部分に有名ブランドショップとか飲食店を誘致することで、ビジネス以外の観光客を呼び込めるようにしました。今ではイルミネーションとかイベントも頻繁に行われるようになって、昔に比べて休日の来街者数が約3倍になったそうです。それでもやっぱり渋谷とか新宿に比べると商業施設は少なくて、しかも夜21時くらいで閉まる店が多いのと、あと丸の内や大手町は人が住む住居がないので、夜になると想像以上に人がいなくなって街も暗くなります。昼は本当にビジネスマンで溢れてますが、夜遅くになると思ったよりシーンとなるので、昼と夜とで全然人口が違うっていうのが一つ特徴の街ですね。さすが丸の内は周辺に立つビルにも誰もが知ってる大企業の名前が見られますね。こちらの美しい近代洋風の建物は明治生命館です。明治安田生命の本社屋として利用されており、国の重要文化財に指定されている建造物でもあります。向かいには皇居外苑が広がっていますね。開放感があって非常に気持ちがいい。晴れた日は思わずカメラを向けたくなる風景です。そんな通り沿いを歩いていくと、その少し先に帝国劇場があります。こちらも演劇界の歴史ある劇場ですね。特にジャニーズの舞台が多く行われていることから、ジャニーズファンにはおなじみの場所でしょうね。観劇が好きな人にとっては、例えば18時に仕事終わって18時15分開演の舞台を見て帰れるっていう、そのすごい近さが丸の内で働く大きな魅力になりそうです。そんな帝国劇場の向かいには第一生命の本社があります。こちらもなかなか迫力のある建造物ですね。そしてそのさらに少し先に行くと、ザ・ペニンシュラ東京ですね。都内有数の高級ホテルで、銀座まで徒歩圏内っていう最高の立地に立っています。トップスイートのザ・ペニンシュラスイートは100万円以上します。丸の内OLのご意見だと、仕事終わりに帝国劇場で舞台見たりとか、銀座でショッピングしたり、高級ホテルのレストランで食事したりっていう楽しみが丸の内で働く醍醐味だったりするそうです。さて、そしたら駅の方に戻りつつ、三菱系の本社や施設のある方へ向かいたいと思います。先ほども少し話しましたが、丸の内は別名三菱ブラとも呼ばれています。三菱グループ御三家の三菱商事、三菱重工業、三菱 UFJ 銀行をはじめとした三菱系企業の本社が集まる三菱グループの本拠地になっているからです。丸の内エリア自体の再開発を手掛けているのも三菱地所であり、三菱地所は丸の内の大家さんとも呼ばれています。そもそもなぜ丸の内が三菱の本拠地になったかというと、歴史は明治時代にまで遡ります。ここ丸の内や大手町は、もともとは江戸時代に大名屋敷として使われていたエリアです。明治維新以降は大名が廃止されて軍の土地として使われていたんですけれども、明治23年に当時の三菱社が陸軍からこの広大な土地を買い取ったことをきっかけに、今日に至るまで三菱の手によって広大な原野がオフィス街へと開発されてきたっていう歴史があります。その開発の際にロンドンのレンガ造りをモデルにしたため、東京駅のおしゃれなデザインが誕生したわけですね。そして通り沿いの飲食店もおしゃれな店が多くて、牛丼とかラーメンとかうどん屋などチェーン店の類はありません。これは実際に丸の内で働くと結構なデメリットでもあって、外で食べるとランチ代平気で1000円以上飛んでいくので、出費がきついって僕の知ってる丸の内リーマンはみんな泣いてますね。
丸の内のサラリーマンって、まあもちろん高年収エリートも多いんですけど、それ以上に派遣社員とかがめちゃくちゃ多いので、みんながお金持ってるっていうわけでは全然ないんですよね。なので現実は手作りのお弁当とかおにぎり持参の人も多くて、朝のラッシュで潰されたおにぎりを頬張ってる人も多いです。特に丸の内大手町側は高いお店が多いので、外で食べるとしても地下街に行くか、あるいは駅の逆側の方がまだ安めのお店が多いのでそっちに行くかって感じですね。こちらは三菱一号館美術館、三菱地所が運営する19世紀の近代美術を中心とする美術館です。こちらもレンガ造りの建物外観は明治時代の三菱の最初のオフィス三菱一号館を復元したものであり、三菱グループの原点ともいえる歴史的な施設です。美術館内にはミュージアムカフェバーのカフェ1894が入っていて、ここでお茶するだけでもまた格別な空気を味わえそうですね。中庭っぽい空間も一息つける憩いの場です。夜になるとここもイルミネーションがまたすごい綺麗になって写真映えスポットになります。そして三菱一号館美術館の隣には三菱 UFJ フィナンシャルグループですね。言わずと知れた三大メガバンクの一つであり、三菱の金庫番の役目を果たす御三家の一角です。さらにその先にはこちら三菱電機の本社が入る超高層ビル、東京ビルディングが並びます。ちなみに三菱電機は三菱グループ内の序列でいうと御三家の下の主要10社に位置するようです。また地上3階から地下1階は商業施設ゾーン東京ビルトキアとなっています。地下は東京駅と直結してますね。そう、丸の内や大手町のいいところは地下に巨大な地下街が広がっているので、地下を通ってあらゆるビルにつながれるところですね。なので通勤も仕事での移動も地下道を使うビジネスマンが多いので、地上で車の通行と人の行き来がさほどバッティングせずに済んでるんだとか。雨の日も濡れずにオフィスまで行けるのがいいですね。そして東京ビルディングの後ろにはこれまた見ものな超高層ビル JP タワーがそびえ立ちます。ここは旧東京中央郵便局の敷地で、 JP タワーは日本郵政グループの不動産事業の代表作です。ガラスカーテンウォールの外観を持つオフィス棟、そして表にもあると分かりますが低層エリアがキッテという日本郵政が展開する商業施設になっています。このキッテも東京駅の目の前に位置していて、丸ビルとか新丸ビルと並んで丸の内の顔となる商業施設ですね。こちらも夜になると非常に美しくライトアップされるので、丸の内の夜景を豪華に彩ってくれる主要メンバーですね。そしたら丸の内エリアをざっくりですが回って駅まで戻ってきたので、最後に少し反対側の大手町方面にも足を運んでみます。大手町は丸の内よりさらにゴリゴリのオフィスビル街っていった感じですね。中央口出てすぐ右手に立つ白い重厚感のあるビルは日本生命丸の内タワー、日本生命の本社ビルであり、他にも日立製作所や船井総研などがテナントで入っています。右見ても左見ても大企業ビルばっかりで、大企業とは無縁の人生である僕からすると本当に別世界って感じの光景です。こうして日本経済の中心地を歩いていると、確かにこういう大企業で一度は働いてみたいなって憧れる気持ちもありますね。ガラス張りのビルをカツンカツン歩いて、改札みたいなゲートを社員証でピッてやって通勤してみたかったですね。まあでもいざ入社できたとしても、そういう憧れのモチベーションは多分半年も続かなくて3年くらいで絶対辞めるだろうなって思いますね。そしてこちら左手のビルはみずほ丸の内タワー、みずほ銀行の丸の内本部です。全面ガラス張りの外観がかっこいいですね。このビル自体は完全にオフィス棟ですが、その奥っていうか、まあ隣に丸の内テラスっていう飲食店などが入った商業施設の棟もあります。そしてその両ビルの間は和田倉小道っていう名称の遊歩道になっています。
ガラス屋根や植栽が施された空間に石のベンチが用意してあって、ビル街の中のちょっとした休憩スポットとなっているようですね。そして高層ビルと高層ビルの間を抜けていくと高層ビルですね。もうどこを見ても高層ビル。通りを挟んで建っている2つのビルは三井住友銀行の本店ビルと東館ですね。この三井住友銀行の前の通りを永泰通りと言いますが、この通りを西に進んでいくと皇居の大手門という門に突き当たります。ちょっと皇居の方にも行ってみましょう。信号を渡ると皇居東御苑の大手門、かつて江戸城の正門があったところです。静かで緑豊かな皇居ですが、振り返ると世界が変わって高層ビルがひしめくビジネス街っていうギャップ、この景色の変わりようがえぐいです。ちなみに大手町の名前の由来ですが、この大手門の前にあった町だから大手町っていうそうです。かつては大名の屋敷が連なっていたエリアみたいですね。そしてここから先は大手町の夜景を中心に見ていきましょう。皇居の目の前には国内ホテルで最高額の客室単価を誇る高級ホテル、パレスホテル東京が建っています。帝国ホテル東京とかザ・オークラ東京、ホテルニューオータリの東京ホテル御三家を2倍上回る平均客室単価だそうです。このパレスホテル東京は各国の要人を招く時にも使われていて、2019年にはトランプ元大統領が来日した時の宿泊先にもなりました。そしてこちらはパレスホテル東京の、隣にある綺麗な噴水広場ですね。おしゃれすぎるスタバもついてます。夜になるとカップルがうっとりしておりますね。皇居周辺はさすがの景観といいますか、どこを切り取っても絵になる風景スポットが目白押しです。そして再び夜の大手町を歩いていますが、左手のビルは大手町パークビルディング、多数の企業が入居していますが、中でも丸の内の開発を手掛ける丸の内の大家こと三菱地所が入っているビルですね。以前にネットの記事で話題になってましたが、三菱地所は35歳で年収1500万、45歳で9割が年収2000万に達するそうです。ぶっちゃけ給与面では三菱御三家である UFJ 銀行、三菱商事、三菱重工業を超えちゃってるので、グループ会社の手前表向きの年収は低く公表しているとかなんとか、まあ、ネットの記事なんで話半分に聞いてますが、やっぱり大家ビジネス最強ってことですね。そして斜め向かいには読売新聞の本社ビルです。読売新聞は発行部数トップの新聞社ですね。新聞は社用と言われてますが、平均年収は軽く1000万円超えます。大手町には他にも日本経済新聞とか産経新聞といった大手マスコミも集まっていますね。そして読売新聞の向かいには大手町ワンっていうオフィス、ホテル、商業施設などが一体となる複合施設が新たに建ちました。オフィスエリアには五大商社の一角である三井物産の新本社ビルが移転しています。まあ本当にどこを歩いても洗練されたビジネス街という感じで美しいですね。最近はリモートワークが増えて QOL 上がってる人が多いと思いますけど、信じられないことに丸の内で働く人の中には一定数丸の内の高層ビルで働くっていうことがモチベーションになっていて、テレワークじゃなく出勤したいっていう人間が存在するらしいです。丸の内や大手町リーマンからするとここで働くことでしか得られない栄養っていうものがあるんでしょうね。まあでもこんな街並みの中を歩いているとその気持ちもわからなくもなくもなくはないかなっていう感じですね。はい、という感じで働きたい街、憧れの街ナンバーワンの丸の内の街並みを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。今大学生の人なんかはこの街並みを見たら就活のモチベーションが少しはアップするんじゃないでしょうか。働く目的でなくても観光としても丸の内は見どころがどんどん増えています。まだ丸の内の空気を吸ったことがない人はおしゃれなお店でランチしたりとかお買い物したりとか、丸の内の空気をぜひ楽しんでみてください。やっぱり別世界なので特別な気分が味わえますよ。という感じで今回は終わりたいと思います。
もし動画をご覧の方で丸の内で働いていた経験のある方は、ぜひ実際の感想などコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。